姉様、姉様、ちょっと来て。もうリース、どこに行ってたの？お買い物を済ませたら店の中にいないんだもの。姉さん驚いちゃったわ。向こうの屋台で美味しそうな匂いがしたから。それよりも変なのを見つけたの。変なの？まあ、行き倒れ？それとも食い倒れ？多分食い倒れじゃないと思うけど。でもよくそんな言葉を知ってるわね。それよりも、ねえ君、私たちの声聞こえる？よかった。ちゃんと起きているみたいね。どうしたの？こんなところに座り込んで。お腹空いてるのかも。あんまりすくと喋る元気も出ないし。なるほど。リースが言うと説得力あるわね。それじゃあ、とっておきを出そうかしら。クインシーベルのチョコレート。さっきリースのおやつに買っておいたんだけど、いいかな？おお、我慢する。いい子ね。ねえ、よかったら食べて。甘くてとっても美味しいよ。クインシーのは最高。値段と味のコストパフォーマンスが一番だと思う。だ、そうよ。甘いものは体も温まるし、遠慮しなくていいから。うるさいわ。え？あ、あ、さっきからうるさい言うとんのよ。とっとと消えろ。頼むから、俺に構わんといてくれ。あ、姉様。うん、なるほどね。そんな風に連れなくされたら、私だって考えがあるわよ。え？こんなものかしら。何すんねん、いきなり。よかった。やっぱり甘いものは元気が出るでしょ。元気出たんやない、ぶったまげただけや。いきなりこんな、師匠かあんた。あら、リースといい、最近の子供は難しい言葉を知ってるのね。日曜学校で教わる言葉じゃないと思うんだけど。姉様、そういう問題？そうや、そういう問題とちゃうわ。って、あんたらの格好。自己紹介がまだだったわね。私の名前はルフィナ。ルフィナ・アルジェントよ。この子は妹のリース。
あなたの名前も教えてもらえないかな。ケビン、ケビン、聞いているの？あ、すまんすまん、ちょっとぼーっとしてたわ。大丈夫？無理もない。ここに来てからあまりにもいろいろな出来事があったからな。少し休んだ方がいいんじゃないですか？心配いらへんて。とりあえずここらで一旦情報の整理をしとこうって話やったな。うん、そうだけど。あの黒騎士という男、思っていた以上に多くの情報を我々にもたらしてくれた。まずは我々がいるこの異空間の名前だが、ファンタズマ。あの黒いお兄さん、そんな風に言ってましたね。ああ、なかなか思わせぶりな名前や。ただ七王教会の伝承から取ったわけではなさそうやな。うん、聞いたことのない言葉かも。それから王という存在。ああ、察するにそいつが今回の一件を仕掛けた黒幕ってことなんやろ。ずいぶん俺たちのことを嗅ぎ回っているみたいやけど。そういえばあの男、気になることを言っていたな。リース殿の姉がどうとか。あ、すまない、立ち入るつもりはなかったんだが。いや、確かに私には姉が一人いました。ルフィナ・アルジェント、私たちと同じく聖杯騎士だった人間です。リース、過去形ということはすでに。ええ、騎士団の任務中に殉職しました。5年ほど前のことです。そうだったのか。しかしどうしてあの男がそのルフィナ殿のことを。わかりません、姉がどんな仕事をしていたのか私は知りませんでしたから。ケビンはどう？すまん、俺にも見当がつかへん。ただルフィナ姉さんはとんでもなく優秀な騎士やった。腕前もそうやけど、その判断力、交渉力を買われていくつもの事件に関わったはずや。あの男もそういった事件で姉さんと知り合ったのかもしれん。そう、いずれにせよ現時点でははっきりしないということか。すまない、結果的に立ち入ったことを聞いてしまったようだ。いや、気にせんとってください。いずれにせよ敵が俺たちの出方を伺っているのは確かみたいや。この先はこれまで以上に注意する必要があるでしょうな。ああ、そうだな。よし、それではそろそろ探索を再開しようか。あの黒いお兄さんが現れた場所のさらに先に行くんですよね。ああ、階段の向こうに新しい転移陣があったみたいや。準備が済んだら宝石を使ってもう一度あの場所に行くとしよう。これが出口？いや、次への入り口か。拠点にあった魔法陣と
同じ形をしてますね。この先はまた別の場所につながっているということ？おそらくな。覚悟を決めてから中に入った方が良さそうや。白ハヤブサの像ってことは、ここは間違いない。グランセルの南街区だ。よかった。戻ってこられたんだ。なんや、リース。鳩が豆鉄砲を食らったような顔して。うん。一つ聞きたいんだけど。グランセル市の門というのは、あんな不気味な雰囲気なの？え？あ、あれって…なんだあれは。これはどうしてグランセルが、オートがこんなことに。さすがにこれは予想外やったな。俺らがあっちにおった間に何かあったのか、それとも影の国の影響がこちら側にも及んだのか。ケビンシップ、リース殿、すまないが私はグランセル城に行ってみる。市民たちもそうだが、陛下や殿下の身が心配だ。それやったら俺らも付き合いますわ。いくらユリアさんでも一人で行動するにはあまりにも危険ですやろ。だが焦りは禁物です。このような異常事態にこそ冷静に行動すべきかと。わかった、君たちの言う通りだ。よし、それじゃあ市街の様子を調べながら一旦城を目指すとしよう。相当手強そうなんがうろついているみたいやから、気を引き締めていこうか。了解。はい。Thank you.
そこや。はっ。よっ。危険に私は負け。汝、長業をこよなく愛する娘、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。誰もいませんね。ひょっとしたらという期待もあったんだが、こんな時遊撃士の協力があればどれだけ心強かったことか。あの私通信機を調べてみます。他の支部に連絡ができるかもしれませんし。あ、よろしく頼む。通信機は動いてるんですけど、
どこにも通じなくて。レイストン要塞の司令部などはどうだろう。他の場所にかけてもおそらく結果は同じでしょうね。うん、残念やけど俺たちだけで何とかするしかなさそうや。何時銀髪の華麗なる踊り子我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。